今日の大阪の日の入りは夕方の5時11分です、えー、やっと近藤さんに名前を覚えてもらえてとても嬉しい私です、えー、今日はですね、えー、まあいつも通りの放送でお送りいたしますが大阪市内にあります西大橋という駅に行ってきました皆さんは行ったことあるでしょうかとても楽しい街でしたよ 皆様こんにちは MBS アナウンサーの福島信弘ですこんにちは MBS アナウンサーの関岡香織です平日と週末が交差する金曜の夕方二時間ばかりのリラックスゾーンをご提供します福島信弘の金曜でいいんじゃないのお時間がやってまいりました 近藤さんにやっと名前を覚えてもらって。いや、覚えてもらってるかな。前も一回できたじゃない 1> <laughs> 1で,できたけど、<laughs> あれっていうのがあったので。そ,そうですね。安心してじゃダメですよ。まあ、毎週こう踊らされてる感じがとても楽しいんですけれども。<laughs> はい、さあ今日はあの、1月の17日ということで、いろんな番組でもお伝えしておりますが、え阪神淡路大震災、はい、発生から25年という、うね、まあ一つ節目になると思います。はい、で、まあその震災のことを思い出して、で、まあ、 もちろんね、もういろんな苦しい思いをされた方、そして今もつらい思いをされている方、大勢いらっしゃると思います、はい、でそういうことに関して、まあ、お話をすることも大事だと思いますし、はいでまあ、これから未来に向けてね、えーえー、やはり地震、災害、まあ、地震だけじゃないですけれども、自然災害というのは常にいつかやってくる、いつやってきても、うもうこの時間、この瞬間来てもおかしくはないという気持ちでいなきゃいけないというのは。そうそう 当然だと思いますので、うんうん、そういうお話も番組の中で今日はね、はい、お伝えしていこうと思いますが、はい、先ほど冒頭でちょろっと言いましたけど西大橋というところに行ってきたのでその報告もしたいと思っております、うん、西大橋知ってます西大橋の駅いや<あ>ど<こ>全然わかりませんか西大,橋西大橋駅って知りませんか市内大阪市内ですあ知りませんか西大橋そんなメジャーじゃないでしょ まあそうですね、西大橋行こうか、今度の休みにってなるかと言われると、確かにあまり私は経験ないんで、<laughs> 聞いたことない、そんなこと言ったら失礼ですけど、<laughs> 西大橋の人も聞いてますからね、い,らねいいところだと思うんですけど、確かに駅として主要駅かと言われると、まあ、そんなことはないのではないかと思いますが、はい、西区大阪市の西区ですね。はい、のまあ 区役所に行こうと思うと割と行きやすいところにあったりとか、はいえー、震災橋からも近かったりしますので、うん、まあそうですね便利なとこものすごく人がいっぱい集まる商業エリアのちょっと離れたところっていう感じですかね、うん、ですからマンションなんかも多いし、まあ、お店もいっぱいあるしちょっと落ち着いた場所みたいな感じの西大橋に行ってきたお話もしようと思っております。うんはい、で今日私会社に来て あのまあ、全然これ西橋関係ないんですけどあの最初びっくりしたんですけどデスクの上に段ボール箱が置いてあって<ん>何だろうなと思ってはい、はい、どれくらい残したのうんとねそうですね横2 5ンチぐらい高さで言いますと。 1、うん、5ンチぐらいですかの段、まあはあ、ボール箱、ね、まあそうですね、まあ、大,大きい箱って言われるともあ大きくはないけど小箱ですよね小箱としては大きいなっていう感じを置いたってなんだろうなと思って、ねうん、開けたらですね、はい、あの東京の TBS ラジオのシンさんっていうですね、はい ディレクターさんから届いた小箱で私以前「日曜天国」っていうね安住紳一郎アナウンサーがやってる番組もう1年以上前の話なんですけど日曜の朝やっている番組ですよね日本で最もよく聞かれている番組ねはいはいはいのピンチヒッターをしたんですよ安住さんねそういう話は何回かこの番組でもしてるしウィキペディアを見れば書いてあるんですけどその代打をしたというので番組のノベルティーのね 絵はがきを作ってるんですよ日曜天国その中に「あの福島君の顔を入れたい」という,うに番組の方に言われて「えー、でいいですか?」って言われたんで一応私もね、はい、MBS の商品ですから所属長に確認を取りあ<の>で、まあ、あの企画部長上泉企画部長にですねちょっと確認を取って、えー、許可を得て「<う>大丈夫です」ということを言ってそ、うん、こ,こからもう23ヶ月もっとかな経ったんですけど。 送られてきたんです TBS ラジオから大量の絵はがきが200枚かな何枚かもらえますかっては言ってたんですけど大量に送すごいですね逆にどうしようかなと思ってます200枚でもリスナーさんにこれをお配りするのも変な感じだからちょっと待ってですよ福ちゃんこれだって福ちゃん写ってるもちろん安住さん写ってますよで福ちゃんも今回ねでその真ん中に もしかしてこれは古達さんそうですよ古達一郎さん古達一郎さん,郎さん今年のえっと代打をされたんで今年とか去年ですけどね私は一昨年だから,だから,だから代打列伝って書いてあるんですよすごいでしょすごいですこれがノベルティで私画像ではね見ていたんですけどまさかこんなことになってるとはね 思わなかったんですけど、ね、それの現物が届いて23、えー、枚送ってくださいと送ったつもりが200枚送られてきてきしま,いま <laughs> でも TBS ラジオのリスナーの皆さんにはね関東これ届くっていうことじゃないですか、うん、多分関東の人たちのいろんなお家にす、ね、顔を知ってもらえる送られるんでしょうけど古達さん安住さんはさ見たら分かると思うんですよ。そうそう 多分誰だこれって思ってる人もいっぱいいると思うんですよねそこがいいじゃないですか誰だ誰だ誰だここでちょっと話題になるかもしれないからねまこういうのが届いたということでねちょっと報告しておこうって自分のそうですこれはもう黒と白で白黒のねはい。多分上泉さんがものすごい親指の爪をたくさん噛んでると思いますよ古舘さん大好きだから上泉さんってあそうなのやっぱ古舘さんが好きな人多いもん男性アナウンサーはやっぱみんな古舘さん憧れてますよこれまだ見せてないの これは、えっと、公式、いや、上泉さんには見せてないですね、そういえば、さっき、穴室にいたんですけど、ちょっと、嫉妬、これ、嫉妬する男っていうタイトルがついてるんだけど、嫉妬されたらやる、怖いから、ちょっとあとでまた持っていこうと、まだ上泉さんに見せてないんですけど、まあまあ、そういうものが届いたということもね、ね、番組の冒頭、値打ち、こういうとこかなと思いまして、どんどん有名になってちょっと言いました、自慢です。 で、まあ、その西大橋なんですけど、はいはい、なんでその西大橋に行ったかっていう話なんですよ。<う>で、その、まあ、毎週ね、この番組が放送終わった後、なんとなくスタッフとみんなね、集まって、来週どこ行こうかね、みたいな、最近なんか気になってるとこありますかみたいな、関岡さんも含めて、ちょっとこう話をするんですけど、まあ、なんででしょうね、なんとなくですが、あの、あんまり普段行かない国の、 食食べべ物がたたいいななっってう話んであのいろんな案が上がってでトルコ料理とかまあね世界三大料理の中の一つでしょトルコ料理とかあとはその東南アジアのいろんな国ありますねベトナムとかタイとかこの辺まあいわゆるねエースニックでよく聞くかなこの3つよく聞くかな他なんかちょっと珍しいとこないかなって調べていたらえ チベット料理、はい、の店が大阪にあるチベット料理ってまた珍しい、ね、そうでしょどんなお店なのかはわからない頭に浮かばないんですかはい、はい、チベット料理の店って言われと、うん、でこのチベット料理の店が西大橋にあるというので、うん、<ー>ちょっと行ってみようかということになりまして行ってきたんですよ、うん、なるほどねスノーライオンという名前のお店なんです、うん 珍しいお名前です、ね、そうそうそう雪のスノーねライオンは獅子ですよね、はいはい、でこれなんでこんな名前かというとチベットの旗にこのス,スノーライオンというこの獅子が模様として刻まれてるらしいんですよああ<ー>多分そこから撮ってるんだと思うんですでホームページなんかを見てみると、うん、お店の中に一歩入ると「そこはチベット」って書いてあるんですよ、うん 一歩入ると、うん。西大橋なんですよ。西大橋のビルの2階にあるんですけど、<laughs> 一歩入るとそこはチベット。って書いてあって。えー、どういうことかなと思って、ねで。チベット料理も知らないし。うん、ほんで行ってみましたら、本、え、当、ー、と西大橋の駅から歩いて10分かからないぐらいですね。うん、えー、のところにありまして、ビルの2階で。うん、で、まあ、1階にもチベットの旗があるんですよね。で、階段がこうあって。 まあ、いわゆる雑居ビルの階段みたいなのを想像してもらったらいいんですけど、うん、そこ上がっていくと天井にあのチベットの旗あのなんうんですか、ね、<ー>チベットの旗というかあの黄色とか青とか、えー、赤なんかの薄い布のつながった万国旗みたいなはい、はい、そこにチベットの文字がわーって書いてあるあお経みたいなのが書いてあるあの旗が天井にこうかかってて<ー>でドアを開ける手前の入り口のところね、うん、に。 マニグルマっていうこうわかりますかねこう小さなそうだなあの食堂とかに置い、うん、洋食屋さんとか行くと、うん、裏の勝手口のところにデミグラスソースの缶が置いてあるのわかりますか、はい、デミグラスソースの缶 高さが2 5ンチぐらいのとかのホールトマトの缶とかあそう言われたら分かります分かります分かります分かいますあのぐらいの金属の筒が6つか8つか並んでるんですよ木の枠の中にで金属の筒なんですけどそこの金属の筒の横のところにこれも多分チベットの文字が刻んでるんですけどこれ多分お経なんですよでこれどういうものかというとそれを一回転すると そのお経を一回読んだのと同じ効果があるっていうお手軽お経マシンみたいなのがあるんですよマニ車っていうクくるくるって回せるわけで回せるんですコマみたいにこうくるりンとこうああチベットっていう感じのまあそういうしつらいなんですけどねこれが置いてあったりとかしてああチベット感あるなと思ってでドアを開けたら左手側に大きな座敷があって右手側はテーブルそしてカウンターがあるでその小上がりみたいになってるところには 多分これがチベットで使われている家具なんだろうというような木製の家具がいっぱい置いてあったり、<う>絨毯。はい、多分向こうの人たちは絨毯をたくさん作るんでしょうね。うもうチベット知識ゼロで言ってますから。全部が予測ですけども。<laughs> で、あの仏像かなみたいなのがちょっと置いてあったりとかするんですよ。<う>チベット仏教の多分仏像かなみたいなのが置いてあったりするんですよ。<laughs> <う>で、ああ、チベット。確かに。開けるとチベットだな。一歩入るとチベットだなと思って、 そんな感じししまたはもチベットだっチベット人かなっていうような店員さんがやってきて「いらっしゃいませ」って言って「座りますか?」とか「カウンター」「じゃあカウンターでお願いします」「カウンターね」って言ってカウンターの方に座ってメニューを持ってきてくれたんですけどランチメニューがあってそれをいろいろ見ていると「あれ?」っていうカレーばっかりだなみたいなメニューをカレーカレーって思ってチベットのお料理ってカレーなんですかいや 私もねあれと思って<ん>そうと思ってね、うん、カレーでいいのっていうふうに思うじゃないですか,ここなんか牧草地帯とかそういうところをこうずーっとね変わ、うんね、ってイメージっていろんなイメージあるけどカレーかと思ってカレーだったらインドじゃないのとかって思,って、うん、う,思うよね普通ねでそのお店の人にねすいませんって言って声かけて、うん、あのこれメニューありますけどこれはカレーですけどチベットの料理ですかって聞いたら。 あこれはあのネパールのカレーって言って「あネパールのカレーなんですか」っってほうネパールじゃこのえじゃこっちの横にあるこの別のなんかお,お皿の違うこっちのカレーがじゃこれチベットですかあこれはインドのカレーですって言われてあれえっえ俺チベット料理があるっていうから来たんだけどなと思ったら裏ひっくり返したらこれチベットの料理。 あったよかったよかったかったそのために来たのにでチベット料理どんなのがあるかと思ったらチベットカレーって書いてあっぱカレーなんだカレーなのねと思ってあれじゃとカレー頼みましょうでほか一緒に行ってたスタッフはチベット風焼きそば風なのねはい長麺っていう名前らしいんですけどカタカナで「長麺」って書いて「長麺」焼きそばそれからチベット丼っていう「本当かよ」っていう料理があってチベット丼はいチベット丼もあってじゃあチベット丼一つ チベットカレー一つ<う>それで帳面一つと<う>いうふうにお願いしてで、まあ、まあちょっと待ってたら、うん、料理がやってきたので<う>食べたんですよ。<う>で私カレーだったんですよチベットカレー。ナンがついてておっ<う>きなナンね<ー>いわゆるこうインド料理屋さんとか行った時は普通にあるなんですかねう食べてうだから、ね、豚肉の こう塊肉とほうれん草がちょっと入ってる、うん、感じでそんなに辛くないんですよ<ー>でまあどっちかというとう日本人の舌に合うような感じでとっても美味しくて美味しいですねなんて,て食べて<ー>で横にいた作家の菊本さんという人はチベット丼を頼んでいるのでこうチベット丼をちょっと食べて「辛い!」って言って「これは辛いな」って言ってえちょっと待ってチベット丼は何がのっかって豚肉とセロリをすか 身をつけてて炒めたものがご飯にっっかるセロリっていうのがまた珍しいね。どうもですねチベットはやっぱり海があるわけではないので山の方ですからそんなに食材がたくさんいろいろ種類があるわけではないらしいんですけどマトンとか羊肉とかヤギ肉とかあとはまあ仏教的なことで言うと別に宗教的には豚を食べていいらしいです。イスラム圏じゃないのでね でまあ、そういう豚とお野菜炒めたものちょっと辛みもあるで、えー、チベット焼きそば、うん、チベットの焼きそば長麺もうちょっと頂い,いたらうん、うん、まあそうですねきし麺みたいな平打ちの麺をちょっと炒めた、うん、見た目はフォーみたいな感じですかねフォーみたいな麺を炒めた感じかなーー野菜はお野菜はねんだろうキャベツと豚肉もやし人参、うん が入っててまあ普通の焼きそばみたいな感じそうですねうんそんなにチベット感はこんなもんかチベットってこんな感じなんだと思いながら食べてでまあおしかったので全然いいんですけどねでお店の人にちょっといろいろ聞こうと思って「これ全部チベット料理ですか?」「あこれ全部チベット料理です」あのじゃあご出身もチベットなんですか?」って私ネパールの人です」あネパールの人ネパールの人か」あれ？あれじゃあ厨房でチベットの人があったや、ネパールの人があと二2人ってて」 ネパール人が3人でチベット料理作ってるんだと思ってはん、あ。じゃあえここはチベ,ットりあチベット料理の店ですって言ってはどういうことってなって <laughs> どういうことって思ってえじゃあチベットの人はいないんですかって聞いたらあ「チベットの人はねあの来週来る」って言って「<laughs> 来週」。だかから多分何人かの 店員さんがいてチベットの人インドの人ネパールの人がどうも働いてるらしいんですよなるほどメニューがそのメニューはだから全部全部網羅されてる地図見たらなるほどなと思ったんですけどインドの端っこの方とネパールとチベットはもう隣接してるんですよでヒマラヤ山脈っていうのが真ん中にあってネパールとチベットの間にヒマラヤ山脈があるって感じですから文化圏としては非常に近くて似ていて まあ割と仲も悪くはないんですってで、まあ、すごく近い民族だから、ね、まあ一緒にしてそれぞれの地区のまあちょっとまあなんていうんですかねだ例えば、えー、そうですね仙台料理の店に行った時にね、うん、牛タン屋さんに例えば行った時に、うん、まあデザートでずんだ餅出てきます。はい であの夜のちょっとあのコースメニューとか見たらお鍋コースできりたんぽ鍋があったりするじゃないですかそうするとこれ仙台料理なのにきりたんぽはこれ秋田の料理じゃないかと、ね、思うけど、うん、そんな違和感なく注文できるでしょ、うん、まあねなんかそんな感じですよだから地域近いから温泉 <laughs> から見たら日本から見たら、ね、あれと思うけどそうそう あの日本から見たら地域が大体似てるから九州料理でも一緒に一緒にまとめちゃうみたいな感じですそれは博多ラーメンと鹿児島のラーメンは全然違うんだけどもう一,一食単出しちゃうみたいな感じでやってるんですって。 あそううななのっていいいこととじゃないかと思います<ー>あの日本語がそんなに堪能な方ではなかったので<ー>詳細はわからないんですけど多分そんなことなんだろうなっていうことを言って <laughs> ただこの私たちはもうチベット文化に触れようと思って来てるから、うん、チベット人がいないのかと思ってだから来週来なきゃいけなかったら閉まったなと思ってご飯おいしいからいいけどと思って、うん、結構面白いんですよお店の中は<ー>あのレジの横ではチベット音楽の CD が、ね、販売されてたりとかするので。はい ままあまあ面白いんですけどインドカレーとネパールカレーとチベットカレーって何が違うんだろうねねそれが知りたかった、ね、それが知りたかったんだけどそれの説明ができるほどは日本私もだからこっち側がやっぱそのネパールの言葉を分かるようにしていかなきゃいけなかったんですよあだからちょっとこっちの爪が甘かったなっていう感じで<ー>まあでも美味しいからいいかと思ってへえ<ー>まあ ろうかみたいな感じで <laughs> その店は出てる <laughs> せっかくまあまあ西大橋まで来た、まあ美味しかったんでね,ああねあ夜行くと結構その他にももっていうねちょっと小さな小籠包とも小籠包と肉まんの間みたいな感じの美味しいなんかものがあったりカタカナで「もも」ってこれがだかねチベットネパールあたりの代表的な料理らしいんですけ、ね、ど他にもいろいろあるんですってあとちょっと私が気になったのはチベット焼酎っていうのがあるとえっ チベットがあるとちょっとこれよく意味がわからないんですけど「これ何ですか?」あこれチベットの焼酎」しか言われないから何を聞いても「<laughs> そうなんだチベットの焼酎なんだ」っていうね<何>それしか「そば焼酎と麦焼酎だっとかな」なんかある「そば麦,麦なの?あ」あるんですって「ね、チ,ベチベットの焼酎なんです」って、うんうん、みたいなねちょっとよくわかんないんですけど、うん、よくわかんないんでもう各自行ってくださいってことなんです、ね、なるほど でもこれだけちょっとねいけないなと思,うう、ね、思いながらまあちょっとこうここあ、まあ、西橋のあたりブラブラしようと思ってこう歩いておりましたらねはい、はい、あの器の陶器陶器の町で陶器神社って書いてある看板が出ててなんだろうなと思いましたらこれ、まあ、歩いて歩いてるうちに。 西区の、まあ、いたち堀のあたりまで、行ってたんですよ。はい,はい、はい。で、えっと、昔からね、あのあたりっていうのは、長堀から、京町堀のあたりまでは。はい、うん。瀬戸物の町だったんですよ。昔か,から。へえ<ー>。今、あの、えっと、あれですね、西。 え西横堀川っていう,こう川がありますけどその川がもうほぼ今なくて高速が今走ってるんですよねでその高速の下は昔は川だったのであの住吉浜っていうまあ住吉神社のところが浜だったんですけどこの浜から船をこう入れていったらいろんな地域でできた瀬戸物を積んだ船がそこから入ってきてであの辺りで販売してたんですって。北浜とかかそれからえ 島のあたりって昔の蔵屋敷っていうのがあったわけですねいろん,ん,、うん、んな藩の日本全国いろんな土地の藩の出張所みたいなものがあったんですよねそうするといろんな土地の産物とか、えー、まい、あ、たらそこで生産しているものが集積されるエリアがあったとですから陶器もたくさん入ってくる<ー>でまた近くには新地もたくさんあります北新地もあれば、うん、でその新町のあたりにもそのね、うん 課があってから芸者さんたちがいっぱいりとかするいたお食事する人たちがいっぱいいるから食べ物を食べるお店がたくさんあれば食器がおのずと必要になってきますんでこの辺りはこう食器の町陶器の町に実はなっていたんですというようなこういう来歴なんかがこうね道端に書いてあったりするすあそうなんだと面白いねでパッと見た感じはでもそんなに陶器屋さんがいっぱいあるわけじゃないんですよあお店はないそんなにないありゃ それと思って駐輪場があるばっかりで何だろうなと思って歩いていくと一軒陶器屋さんがあって大阪陶業社陶業っていうのは陶器の塔に、まあ、業務の業ですね、うん、会社の社、うん、大阪陶業社っていうお店があったんで,で一階は「氷もやってます」って書いてあったんであこれちょっと入ってみようと思って中入ったらですねもうとっくりからどんぶりからもういろんな枕 陶器の枕とかいろんなものが置いてあってでしかもね安いんですよ。なんで、うん、また安いのなんかね<ー>安いんですよなんでかなと思って<ー>お店の人に話を聞いてみようと思って声をかけたら奥からですね野村さんという社長さんが出てきてくださって<ー>雰囲気でいうとね近藤正臣さんみたいなちょっとかっこいい2枚目のですね<ー>男性が出てこられて。なるほど あやばい,とい怒られるかなみたいなちょっと顔ちょっと怖いイメージみたいな感じでこうう誰だみたいな感じで来られたんであ,<ー>あやばい怒られるかなと思ったらすごくいい方で<ー>まあまあどうぞ2階にお上がりくださいって言われて<ー>ほんで2階の方に上げてもらったら2階はですね2階でまたちょっとこう展示スペースみたいになっててでここはプロが来る場所なんですって 2>, 2階はプロが来ると1階は小売りもやってますっていうところらしくてでその方はですねいろいろ話を聞いているとこの辺のその東京組合大阪の その陶器を、まあ、陶器を販売している会社の人たちの組合があって、うん、そこの組合のトップとかもやったような。うん、それはそれはもう偉、うん、偉い人。なん偉い人。もうこの方がね。一、はい、時間ぐらいお話ししてくださいましたかね。野村さん丁寧にこの野村さんが本当にいい方で、百年以上前から。ずっと、この場所で。陶器の販売をしている、お店なんですって。で,で、今も、この、えっと、大阪陶業者は、もちろんいろんなお店に。 陶器を収めてるんですけど陶器、うん、ってね食べ物屋さんがこういうお皿が欲しいなと思ってお店行くじゃないですか、うん、ほんで買ってそれをお店で使うっていうのがま,まあ当たり前だと思うんですけど、うん、この大阪陶業者というところは言ったらいろんな板場で修行した若手の人とかね、うん、昔から食べ物屋さんやってる人たちがお店にやってきてこう社長さんのところに来てちょっとそろそろ季節が変わるからこういう料理を出そうと思ってるんだと。 でこういうメニューの展開にしようと思ってるんだけど「社長なんかいいお皿ありますかね?」っていうふうに聞くんですって、えー、そ,すそしたら「あじゃあその小鉢がここに出るんだったらじゃあこういうのをつけたらどう?」そんんな塩焼きを置くんだったらこういういお皿があるよっていうのをセットでこう,うへ言ったらなんていうんですかねああいうのこうスタイルを。 スタイリストさんみたいな感じのお仕事をしてるんですって食器のスタイリストよね食に合わせてそうそうそう器は料理の服だいう衣装だっていうようなことを言ったりしますけど総合演出なんですってやっぱ演出なんですって器っていうのはトータルでやるんだ和食の解析ってね言われて初めて気が付いたんですけど最初から最後まで同じ器が出てこないとそうだねヨーロッパののおお料料理理ととか西洋を食べに行くまあ 統一された器が出てきますよね白なら白の丸器にまあそれはお店によって違うと思いますけれどもフルコースちゃんとしたフルコース食べに来ましたって言ったら大体同じようなねまあそうですねそれがいいわけですねそれが正しい形ね、なってるわけですよそれが西洋の料理のスタイルだけど日本の料理っていうのはいろんな種類の器がいろんなお料理と一緒に出てくる確かに。最最初から後まで同じ器がが出ててこないいっうの 日本本のの和食の基本なんだだからこんな贅沢な器の使い方をする料理っていうのはなかなか世界中探してもないんだっておっしゃってそう言われてみれば確かに中華料理も大皿でどんと出てきて、ねうん、料理ごとに小皿変えてくれるけど小皿は基本的に同じですよねそうですね、うん、本当だわそのお店が選んだものになるわけですけれども、はい、料理と一緒に器を楽しむっていうのが実は日本の食文化の大事なところなんですよなんていう話をしてくださって。えー だからそのお店にやってくる料理の、まあ、料理人の方々っていうのは、うん、そのやっぱり野村さんの食器のセンスというのを学びにやってくるしいろんな料理学校の生徒さんたちが派遣されてくるんですって<ー>授業をそこで開いたりとかあその2階で 2> 2階でやったりしてるんですって<ー>だからねあの写真を撮っっちゃいけませんんんて言われたでですよあダメなんですよなかパクられちゃうから。 だこうまた写真撮ってその通りにまた今度組み合わせてやったらそで,できるじゃないですか,かだってお店の財産はこの野村さんのセンスですよねもうその失礼が失礼今まで人生を積み上げてきて<は>いろんな料理屋さんを見てきて<ー>いろんな人たちとこう交流を持ち全国の窯元と仲良くする中で培ってきたその組み合わせの妙っというのを野村さんオリジナルのものとして持っているからかこのお店は成り,、まあ、成り立ってるんだとい,<ー>いうようなことをおっしゃってね じゃあもう当にまになかなかそういうね贅沢なとこ行きにくいけど行った時には「この陶器はどなたが選んだんですか?」ってお店にもし聞いたらもしかしたら野村さんの可能性あるで高級なお店じゃないと野村さんが選んだような食器は見られないかというと実はねそうともないんですよ上等カレーはい知ってますあの「上等カレー」の器は実はこのね野村さんが社長と話し合って作った らしいんで私天神橋一丁目の上等カレーよく行くんですああそうですかあそこの上等カレーの社長さんというのはすごくこだわりの強い方でしかも芸術家なんですってちょっとだから上等カレーの文字も全部社長さんが自分で書いたらしいんですけど確かにね独特の文字で独特の文字でねんかね飾ってあります大きな文字とかはい」とか言って書いてんか言葉も社長さんの文字なんですあれ社長さんなんだ上等カレーの社長さん で、まあ、野村さんとこう話し合いをしてで「今度上等カレーが一番美味しく食べられるような器を作りたいんだ」っていうふうに言われたんで深さとか大きさとか模様の入る場所とかいろいろ相談をして、まあ、この大阪陶業者というところはセミオーダーで陶器を作ってくれるところなのでそういうこだわりを持ったお店の人はもうとことんまでこだわった陶器をで。 作作っっててくくれれるるんですを上等カレーはそうなんですっていやじゃあ今度食べる時ちょっとようものすごいシンプルなイメージしかないんですけど上等カレーのはで実はこの深さとか幅の広さとか大きさっていうのはすごく計算された傾きとかそうそうそう,そう食べやすいですよあの,あのカレーにぴったりの器なんですってすくいやすいし言われてみればでしょそうそう最後の一粒がねシュって入りやすいなって はあ、ちょっとそこら辺ちょっと感慨深いでしょほかうう、ね、にもなんかうどん屋さんとかいろんなところにもやってるので両半<ー>何ですかねこういわゆるチェーン店みたいな感じで広がってのれん分けみたいな感じで広がっているお店にも実はそういうこだわりの器を使ってるお店は意外とあるんだそうですよ<ー>へえと思って。 全然そんななことと意識しなかったと思った思てね,ね<ー>でそういう料理屋さんがセミオーダーで器を作るっていうのは分かるんだけどこれがですね、まあ、例えばまあ関岡さんなり私なりがですね、うん、まあ今こうやって、ね、一会社員として MBS のラジオでこう喋ったりするせこせこと仕事をしておりますけれども、えーえー、なんか分かりませんが、まあ、ドーンと一つ商売当ててですよ大金持ちになったとするじゃないですか、うんうん、で別荘の一つも建てましたと、うん、で台所も綺麗にアイランド型でねなんかドイツの最新式のシステムキッチン入れましたってなったと <laughs>、うん、でまあじゃあそうなりますと、まあ、お料理も頑張ろうかっていうんで。 うん、どっかその辺のね、はい、そのちょっと高めのスーパーに行きましてね、うん、材料の選びからもねお手伝いさん連れて一緒にこうねこいいんじゃないこういうのなんかって言って<ー>こう買ってきた,今、ね、てたでまあお料理をした、うん、じゃあその料理をですねやっぱその既製品のその辺のねお皿にのせるっていうのは、まあ、それはもちろんいいのはいっぱいあるんだけど、うん、ちょっと器凝りたいわって思うとするじゃないですか。はい、そうするとここのお店に行けば この柄のこのこ土のこういう釉薬のこういう大きさのこれぐらいの深さのっていうのを、うん、オーダーで我々もできるんですってあできるのそれじゃあセットじゃなくても OK そう,そう例えば私卵かけご飯が食べたいはいもう特別なものを全部て、揃えてりたい。でそのための、うん、お茶碗を作りたい作りたいんですってなったらお金はかかりますが 答えてくれるんだそうですよ<ー>すごいですよねでもそうかすごいでもそれってなんかプレゼントするのにも喜ばれそうですねいいかもしれませんねなんか特別なね、まあ、それこそ結婚する、うんね、カップルに,にとかってて「お茶碗んを」っていうのそうそういいですねそうですよねこんな感じの人でこうですごくお料理こだわる人ですとかだから一般の方でもそうやってセミオーダーの器を作りに来る人はいるんですってへえ素敵なんかだから 趣味とか遊びって突き詰めていったらそんなところがあるんだと思ってすごく勉強になったんですよ。っていうような話を聞いてたらねやっぱりいかに自分がこう普段器に気を使ってないかっていうことをこう痛感するわけですよね。でやっぱりもう買わなきゃなと思ってちょっと私買っちゃったんですよ。 マグカップなんですけどどういう時に使おうと思ったかこれねちょっと見てくださいこれはこれマグカップといってもちょっと形が変わってるでしょちょっと政治みたいな感じの色なんですけどマグカップの中にですねステンレスの茶こしがですねもう全く同じような大きさでついてるんです本当だでその上には小皿がこうついてるんですねでこれ何がいいかと言いますとこの茶こしの中にお茶っぱ入れますこの もぴったりもう本当ぴったりはもう気持ちがいいここにお湯を入れまして、はい、でお茶が出ますわね、はい、そしたらですねこのこの網をですね<を>出して、うん、この上について蓋をしてまあ蒸していたこの小皿に置けるあ本当だこのまま本当お茶が飲める飲める収納するときは全部これ一セットにしてこうやって置けるしゃれてますねー 何の柄も入ってないんですよほんとシンプルだけど<う>でこの取っ手の部分に、うん、ちゃんとその網のね<う>取っても,も持ち手のところに挟まるんですよこの,この無駄のなさこれ、はあ、私はこれにちょっともう全に通ずるようなものを感じてしまって <laughs> すごいなこれと思っていやいやーこれいいわ こでも意外とお値段はいいんですが1980円あそれでも3つセットで1980円ですよこれ3つセットでこれ全部セットでそれだったらはいねそんな嫌じゃないでしょ出せますでしょ出せます出せますこれってんか裏にはああ本当にシンプル何もない何も書かれてるドイツの有名な指揮者の人がこれを買いに来たらしいですこれが欲しいって言ってこれはもう何個もこう売ってるものなんですかはい私もこれ一目惚れしちゃって 他にもいろんな器があったんですけどお土産も買ってきました今日おこのお店で買ってきました今日はですねこの器のね会社大阪東業社っていう会社なんですけれどもここの1階のお店の名前は器ギャラリーキズムっていう名前なんですよキズムキズムってなんじゃそりゃと思いますけれどもこのキズムの木っていうのは陶器の木器 はい、で器のイズム主義器イズム器イズムと書いてキズムなんですねははましいちいちしゃれてるんですけどね,ねこのキズムでちょっと人気が最近爆上がりしているというお箸これはねすごく細いんですよ。で 竹って書いてある。竹のお箸なんですよ。へえ。すごく細くて、食べやすい。で、どことは言いませんが、高級料亭でも使われているお箸。あら、そうなんですね。だから、お家でご飯食べるときインスタントラーメン食べるにしたって。これね。ちょっと高級感が味わえるという。赤と、持ち手のとこが赤と緑。はい。ね。これセットにして。セット。ね。そして、さらに、デザートスプーンというですね。これ、陶器、磁器かな。磁器でできている。 スプーンなんですよ白いやつさじねちょっと形が変わってるでしょ変わってますね細長い涙型みたいな感じそうですねでこれ冬季時期だったらすぐ割れちゃうんじゃないと思うかもしれませんこれがですねおっことしても割れないんですってへえなかなか割れないんだそうですお店の人も使ってる強化時期っていうのを使ってるらしくてそう簡単には割れないんだそうですこれはプリンぐらいをこう食べる感じで食べるのもいいと思うあとね茶碗蒸しああいいと思うそれからバターを塗るときに使うあ バタナイフとしても使えるあとね先端がちょっとひキュて曲がってますんで丼の縁に引っ掛けることもできるのでとても便利なあと離乳食を食べる時介護の方使う時流動食とかみたいなやつにも使えるということなんですねそしてさらに以前この番組でご紹介しました五島うどんのお店ありましたよね中崎町にある五島うどんのお店あそこで私たちが使って感動したうどんすくいっていうのがあるんですよ へうどん少ないちょっと小さめのしゃもじ竹のしゃもじみたいなところにはい、はい、の平たい部分に竹の棒が45本にゅって出てるんですあ本当だここにうどんを引っ掛けて食べるあの<な>食べるというか、まあ、器に移すという、ね、パスタはありますけどねそう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 それのうどん版みたいなやつ,なやつ竹でできてるこれ,これ便利なやつへえいや欲しいなこれというこの辺のものをセットにいたしまして<ー>プレゼントしようと いうことなんですこれをまとめてお,うお一人にはい、はい、でこの大阪東京者も向くを皆さん言いたいのはいい大阪東京者のすぐ近くにはですねイカスリ神社という神社があってここには陶器の神様が祀られた陶器神社というのが中にあるんですよイカスリイカスリ神社ちょっとね珍しい座間神社通称座間神社って言うんですけどね座るっていう字の<に>あのまだれが取れた取れた部分ね、うん、座,座ですね,ですねに えー、摩擦の間です、ね「座間、ねはい、神社」と書いて「ジジいかすり神社」とこの中にある陶器神社にもねちょっとあのお邪魔してね<お>すごいんですよこうあの灯籠がねあのー、だこれ田焼かなみたいなかなみたいな感じの。 本当早漏自体がすごい、へえ、陶器神社そ。そうなんですよ、こういう神社があったり、<ー>まあ陶器の街なので。はい。まあぜひね、皆さんも行っていただきたいんですが。はい。なかなか行けないという方にも、この街の雰囲気を味わっていただけるセット。プレゼントいたしますので。はい、はい、いや、驚きました。ご応募ください。ねえ、えー、お一人様にプレゼントいたします。はい。ぜひメッセージも添えてください。よろしくお願いいたします。宛先はメールアドレスが。えー、アルファベットの小文字で金ですね。 K. I. N. です。K. I. N. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。K. I. N. アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。ファックス番号は大阪零六。六八零九九零九零大阪零六。六八零九九零九零。いいんじゃないのかかりまでお願いします。お箸セット希望。お箸セット。 希望と書いてお送りくださいもちろんメッセージだけでも募集しています採用させていただいた方にはいいんじゃない特性のゆったりしっとりウェットティッシュをプレゼントいたします、はい、ふくちゃんの話いいんじゃないこのコーナーはビルダーズハートのニーナ公務店大阪の激安スーパースーパーたまでの提供でお送りしました